これを食わせるでしょ君たち。これ何の P？ え？これ何の P？ ペナルティの P。 あっちは何の P？ ポポポポポポポルニシの P。 モノ F が、うん、ホーバランドの P。 P じゃねえ。無理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 だ。で何？いや別に腹減ったなぁ思って。あ、飯の時間だよ。なんか出前そのだね。そう、うん、何も食ってないでしょって。何も食ってない今日一日。で俺もたつきも何も食ってないから腹減ったでしょ。分かった分かった。あのだからみんなで食卓を囲もうかな思ってな。てりゅうね、中学からさ俺ずっとチーズ嫌いって。チーズ嫌いなの？いやなんでお前そんなんの？なんでこれ頼んだの？もっとさ中華とかいっぱいあるやん。出前これちなみにはそのいろんなチーズが入ってて、うん、モッツァレラチーズとか、あとなんチェダッタチーズ。チェダッタチーズってなんだお前。チェダッタチーズだお前。チェダッタチーズだお前。みたいな。なんだお前。やめろお前。一種類でいいんだよ。そっちじゃあ危ねえな。危ねえ、危ねえ。確かに。これはちょっとチーズすぎた。早いって小声で言うな。早いから。早いもんだって。俺マジで無理なのチーズ。マジで無理なんだもんだって。おいやめろよ、汚れんな服。ふざけんな。つけんな。おい知ってるよな。服好きって知ってるよね。これ何の服？これ、じゃあパックオブオーバーです。おぉ、サワンジュク。ぐちゅ、ぐしゅってすんだよ。サワンジュク言ってたやつだから。で、前、ね、君たち頼んだよ。もうキモいって。しかもお前との口が、もういい、食わしてない。もういいって。まだ、ね、それやめて。早いって言ったから。違う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 。その裏の感じをさ、言っちゃうのね。言わないよ。もうちょっと食べたい。違う違う違う、食べたいとかじゃないの。食べたいか。食べたいとかじゃないの。言う。分かった。じゃあ段階を踏んでね。違う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 、そういうの隠そうよ。そういうの隠していこうよ。出すもんじゃないですよ。じゃあ、これじゃあ、これからこれから行こう。耳だけ。そうだね。チーズだけ食べてあげたから。いい段階です、これは。うん、いい段階。確かにいい段階です。初めて食うな、これ。ちょ、待って。何？最終的にはこれ食うの。え？最終的にはこれ食わないよ。食わないよ。食わないの？なんで食うの？大丈夫。え？大丈夫。そういうのやめようよ。最終的には食う。食う。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあこれから行こう、これから行こう。お前カットしろよ、これから行こう。カットしろよ、これから行くぞ。行くよ。段階踏んでいけば食えるからな。段階だけでやめよう。やめよう、それだから。全然大丈夫じゃん。いや、余裕じゃん。あ、ピザ食えてんじゃん。パンが見えたね、これね。うん、普通に食えてるよ。うん、もういい、もういい。もういいって何？もういいって何？タイミング的にもう、もう温まった。温まってたらいいの？まだ、まだ。もうちょっと違うとこ行ってる。この編集後、動画アップされる未来を読んで、今何分ぐらいじゃ。今多分これ5分ぐらいですよね。5分ぐらい。まだだから早いかもしれない。もうちょっと喋ろうか。やめよ、これね。見せるもんじゃないよ、こういうとこって。バカなの？なんでやってる YouTube。 お前編集したよね、一番ね。これだけじゃ、多分まだ落ちていけないから。落ちていけない。ちょっとこれ交えよ。あ、交えよって。ちょっとこれで遊ぼう。え、大丈夫なのこれ。裏側やりすぎてない？ねえ、バカなのこれ。シャキンプイーン！始まったぜ俺のタイムが！始まったぜ俺の絶対的な時間が！うら変身！ババーン！ははー！なんだよ。もうなんだよ。ちょっと見てほしい。すごい寂しかった今。すごい見てほしい。あ、そうこれ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 。おお、はいはい。おお、なんかお前何しよう、何しよう。おお、おい、おい、俺の大事な食料が、侵食される。あったあった、マジ。やばい。キモいって、キモいって、うわ。俺の大事な食料。段階踏めて、段階踏んでみて。もう、あ、うわ、結構マジな音する。もう、やばい、ちょっと
ん、あ、でも食えてんじゃん。ついに本編だこれ。ついに本編だ。段が低いから大丈夫だ、リアクションの方でやった方がいい。あ、うん。ちゃうまそうに食うな、お前どこがだよ、お前。え、死ぬほど吐こうとしてるじゃないですか。すごい美味しそうに食うじゃん。まあ、まだ2段階だからね。うんうん、2段階って言うのやめよう。いや、本当にこれ俺的にはもう最終段階来ててね。もうチーズ塗ってたし、めちゃくちゃバーってな。いつからそんなチーズ嫌いになっちゃったの？ずっとだよ。初めて食べてたのもよくよ。3歳あ、半辺の中にチーズ入ってて。そう、ああどうなっちゃった？吐いて。はい、当たり前だろ。じゃあちょっとそれちょっと再現してもらって。いや、再現で。じゃあそれ見たら、お前がなんでチーズ嫌いか俺分析できるかもしれない。確かに。3歳の恭平さんです。はい。ご飯だ、やった。まだまだ食べたい。ちょっと顔ちっちゃかったはず、その時は。顔ちっちゃいってどうしようもなくない？チーズ嫌いになったいきさつをこう動画を通してこういろんな人が見てくれるわけじゃん、うん、チーズ専門家の人が。チーズ専門家？チーズ専門家の人がこの動画を見て、だから恭平はチーズ嫌いなんだな、じゃあこうすれば得意になりますよみたいなコメントしてくれるかもしれんし、うんうん、こっちの味が。うるせえ、やってんだよ。やってんだよ。いや、こっちで食いたいなって思って。今やってんだよ。一人二役ぐらいでお母さん役もやった方が多分分かりやすい。あ、なるほど。本当分かりやすく伝えて。あ、お母さん。プロだろお前。びっくりした。びっくりした。お前。はい。YouTube やってられるんだお前、プロだろ。恭平。来て、ご飯の時間だよ。わあ、やった。お腹空いてたんだ。今日のご飯だ。やった。食べよう。うわ、すごい。はい、私ね、今日ね、恭平の大好きなはんぺんをね、作ってきたの。えじゃねえんだ。あのぶっさいくな。ブスとか言うな、お前。親だぞ。非常識か、お前。ねえ、その時パパはいたの。パパいたよ。あいつもブスじゃん。あいつもブス。えあお前、肉親をブスとか言うな。一番ブス。ブスとか言うな、お前。めちゃかっけえよ、お前。お前の家族だって平均点鬼低いやん。やめろ。やめろ。そんなこと言っていいわけねえよ。だって鬼低い。そんなこと言うな。お前親だぞ俺の。俺にならまだしも親だぞ。よく言えな、そんなこと。あの、ブサイクすぎてどういう出会いしたか知りたい。出会いですか。え、親の出会いですか。親の出会い。そんな知り合い。親の出会いですか。それ気になるな。お前知ってるやつ。知ってる。高校らしいんだよね。同級生だ。そうそうそう。同級生だって。うん。で、隣の席やったんだって。うん、両親に。うん、そう、で、消しゴム落としたの。親父が拾ったの、消しゴム。うんうんうん。で、母さんに入って。うん。で、その時に親父がピンってウィンクしたらしいんだ。ウィンク、うん、消しゴム拾って、ウィンクした。あ、なるほどなるほど。それに、ママはときめいてキュッてして、ママからもう渡したなんて。うん、すんげえブス。うるせえ。うわぁ、よくブス。どこにブスやったんだ。いやぁ、消しゴム拾って渡すウィンク、ブスでしょ。ブスじゃねえよ、お前。かっけえよ。かっこいいと思ってるからそれやんだろ、ブス。別人にもかっこいいとは言えないな。かっこいい。確かに、それは思ってないだろ。まあまあまあ、何してるかなと思うけどね。もうただ拾ってただけじゃ、多分お前生まれなかったんだね。そうそう、ウィンクをしたから。消しゴム拾ってウィンクをしたことによって惚れて、うん、俺が生まれた。なるほど。じゃあ当時の再現やって。何当時の再現？当時の再現やって。ママとパパの出会い。は？やって。あー、授業だりーな。あ、落としちゃった。あ、よいしょ。あれ本当？絶対どこやから。絶対違うから。絶対違うから。絶対違う。絶対違うよ。おかしいよね。今一番ウィンクしようとしてるから。一番いいとこだったのに。絶対違うじゃないタイミング。授業中にピザ食わせるやついたの？いなかったです。いないでしょ。ちゃんとして、ちゃんと再現して。あ、ごめんなさい、すいません。うん、あ、消しゴム落としちゃった。いや、落ちるよ。めっちゃすごい。めっちゃ、やばい。いくわ、これ。うわっ、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 うわっ
どういうこと？どういうこと？いやだこれは多分もうマジで無理だよ。